1>, 1年前の夜今西隆弘被告が当時2歳の義理の娘ノアちゃんと大阪市東淀川区の自宅で遊んでいた時のことでしたノアちゃんが突然苦しみ出し呼吸が停止今西被告は119番通報でこう説明していましたうってなって息してないです早く来てください 病院に運ばれたノアちゃんは意識が戻ることはなく7日後に死亡しました体に目立った怪我はありませんでしたが脳内に出血が確認されたことなどから病院は虐待を疑い通報今西被告はノアちゃんに対する障害致死罪などで逮捕起訴され否認し続けた今西被告は5年半以上高知常生活が続くことになりました 一審の裁判員裁判では13人の医師が法廷に立ちノアちゃんの死因が揺さぶりなどによる暴行か病死かが争われました大阪地方裁判所は損傷は脳の深い部分にある脳幹を含んでおり強い外力がないと生じないなどとして懲役12年の判決を言い渡し今西被告は控訴しました去年5月に始まった2審でも 新たに8人の医師への証人尋問が行われ弁護側は脳幹の損傷を示す証拠はなく心臓突然死の可能性が高いと改めて無罪を主張2審の判決言い渡しは11月となりあとは判決を待つばかりでしたそして大阪高等裁判所は今日今西被告の保釈を認めました <laughs> 5年半以上続いた身体拘束が解かれることになった今西被告注目の判決は11月28日に言い渡されます はいえー、先ほど30分ほど前あちらの門から、えー、今西被告ゆっくりとした足取りで出てきました、えー、頬はかなりこけていてです、ねえー、かなり痩せているなという印象を持ちました。 今回の保釈決定、私も非常に驚きました。えー、弁護団はですね、一審から、えー、合わせて十回の保釈請求をしていたんですが、いずれも蹴られていて、今回が十一回目の保釈請求となりました。一、えー、審では十年以上の懲役十二年実刑判決が出ているわけですので、この二審判決の直前に保釈があるということはなかなか想定できない状況だったかと思っています。はい。その二審の判決が出る前にこの異例の保釈決定となった これ上田さん、なぜなんでしょうか。 はい、そうでことしの5月に2、ね、審の裁判がて審理がすべて終了しました、でその直前にです、ねえー、3人で裁判官はあの審理するんですけれども、そのうち2人が交代になったんですね、うん、でその、えー、交代した2人を加えて、新しい3人で、えー、これまでの審理を、えー、さらに再検討した結果、これ以上、えー、今梨被告を、えー、身柄拘束を続けるのは、えー、ことはできないという判断に至ったんだと思います。 となると二審の判決結果にも当然影響は出てきますね。そうですね。えーえー、これで、えー、まあ逆転無罪の可能性がまあ高まったかなというふうに感じています。えー、というのもですね、私も二審の、えー、裁判をすべて傍聴しておりましたけれども、えー、二審でですね、検察側の医師がですね、画像に映ってない場合でもあの出血はあるんだと。 いうことをまあ証言したりですね、はい、あの非常にこう明確に虐待の可能性を示すあの根拠をなかなかあのあの言えていないというような場面がえ目立ちました。え、うん、そうした心理経過を踏まえて今回の保釈判断に至っているものと思われるので、うん、えそうした経過を踏まえるとですね、えー、まあ二審の結果はまあ虐待無罪の可能性がまあ高いのかなというふうに感じております。はい。 上田記者がお伝えしました今に西北保釈された時タオルで目元を拭うようなシーンがありました判決が出る前の異例の保釈決定浜田さんはどう受け止めていらっしゃいますかあの日本では一旦逮捕されると特に否認をしたり目否をしたりするとです、ね、とにかく自白するまで拘留されると いうことが非常にまああの批判されているんですね。これは人質手法というふうに言われています。もう海外からはですね、えっ、ー、と国際人道あの人道的にもまあ人権無視だということで非常に強く非難をされていて、うん、まあ弁護士の方たちも八割ぐらいが今この人質手法については反対をされているというふうに言われています。でえっ、ー、とまあ今回の場合もですね、まあずっと否認をされてたということで五年にも。 渡っても非常に長いですよね。はいはい、で、やっぱりこう交流をやっぱり炎上するにはですね。それなりの理由が必要なんですよね、はい。やむを得ない事情といって、例えば証拠を隠滅するとか逃亡の恐れがあるというので、検察側は主張するんですけども、最終的に交流延長を決定するのは裁判所なんです。はい、で、裁判所の裁判官がまあ、1ヶ月ごとに交流延長します。って言うんですけども、裁判官というのは独自の調査を。を する時間も人も人ないので、うんうん、検察側のやっぱり証拠というものはやっぱりかなりこうなんていう情報量として多いわけですよね。うん、で、まあ、私もその人質証の取材してる中で裁判官にもやっぱり判断するやっぱり材料と時間がない中で、うん、その検察側の情報だけでこう判断せざるを得ないからこう延長していくんだということをおっしゃってましたが、うんまあ、今回問われているのはもちろんその冤罪の可能性もあ,あったと思いますしその、えー、人質証の在り方を 本当にこの機関交流してよかったのかということも含めて日本の司法とか捜査のあり方これもすすすごくく問われてくると思いますうんうん、うん、そうですね神崎さんその捜査が果たして適切だったのかそして司法の判断はどうだったのかそうです、ね、今回の場合はやはりあの、まあ、裁判所の人事異動とかがあって担当の裁判官が変わったというのは非常に大きくて、はい、その裁判官がその交際での審理の記録を全部読み直すんです。よねうん、うん、そうしたら これもしかしたら、まあ、ね、無罪なんちゃうかとかで、これ、これ大丈夫かな、これ、検察の主張、ちゃんとおってんのかな、うん、っていうところへんが、まあ、引っかかったと思われるんですね。うんはい、まあ、そういうところを含めて、じゃ、この人ずっと身柄拘束しといて、ええのかどうか、というところで、うん、まあ、今回、こうした、まあ、異例の判断になったというところで。うん、本当に、この、あの、一つきっかけとして、その、裁判官、まあ、本当に、あの、こんなこと、ええのかと思いますけれども、裁判官の人が変わったというのは、非常に、まあ、大きいんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、そうですね。ええー、日清の判決、十一月二十八日に、言い渡されるということになります。 グループや、走るで、走るで,走るで、ニュースランナー。